北です。ボーカルギター後藤です。ちょっとほっこりするようなあったかい音楽と同じで、ちょっとなんか、前向きな気持ちになるようなビデオができたかなと。ナジカには珍しいゆっくりな曲ですけど、まあ、ですが、まあ、あのギターはすごく今までよりも自分たちらしい録音ができたかなっていうような、歌詞がね非常にいいんで、後藤が書いた歌詞が初めて言われたぜひこういろんな人にね、聞いてほしい歌詞だなと。アジアンカンフージェネレーションの新しい、シングル「ボーイズ&ガールズ」ね、本当に、次にリリースされるアルバムの中の曲でも僕は一番好きな曲です。ぜひぜひ応援してください。結構ツッコミどころが多いんですよ、基本的にこういじってほしいわけじゃないけどいじりたくなるところが多いんです。よくこれ持ってきたな。これ良かったです、こっち先じゃなくて。確かにそれこの後出せないんです。地獄ですよこれ。こういうことしていじられるの嫌いって言うんですよ。感じでしゅ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 そうでしょうか。そうでしょう。ぜひチェックしてみてください。12月8日だよね、違ったっけ。ですね、これは1月26日ですね。1月、1月26日。違う違う違う、どっから出てきたの。たっぷり12月8日って明日だもん。たっぷり放送。明日もほら特番がありますよ。時間特番あるじゃん。ほら俺もあながち間違ってるからな。多分皆さん見てくれると思いますけど、何言っちゃったんだろうと思って今ちょっと腹が大丈夫、明日も大丈夫。明日もぐらい流れるのかな。本当に今のやつ、今のやつかな。はい、なのでまあその明日の特番も1月のフロアライブ、インタビューとかでしょ、やつも見てくれる。インタビューやったね。そうそうそう、明日のやつはね、ぜひチェックしてください。はい、ということで、はい、ニューアルバムホームズ、もう締め、締めだと思う。もうあるの。まだあるよ。次のあの次のステップに。まだ9分しか経ってない。これ1時間。1時間半だよ。思いやられる1時間。